補体,補体 A、コンプラメントとは、生体が病原体を排除する際に抗体を呼び、鈍色細胞を補助する免疫システムを構成するタンパク質である。補体系は自然免疫に属しており、獲得免疫系のように変化することはない。補体系の役割は大きく一点の三つである。補体系は血液中の多数の小タンパク質からなり、それらは 通常不活性な酵素潜具体の形で循環している。いくつかのトリガーの一つによって刺激を受けると、K のタンパク質分解酵素が特定のタンパ質の分解反応を行い、サイトカインの放出を誘導し、さらに分解反応が進むようにカスケードの増幅を始める。この活性カスケードの最終結果は反応の大規模な増幅であり、細胞殺傷性の膜新修複合体。 細胞膜障害性複合体 MAC メンブレインアタックコンプレックスの活性化である。固体系は20以上のタンパク質とタンパク質断片からなる。その中には、血清タンパク質、小膜タンパク質、細胞膜レセプターを含む。これらのタンパク質は主に肝臓で合成され、血清のグロブリン分割の約5%を占める。固体系の活性化には3つの生。 科学的プロセスがある古典経路、副経路、マンノース結合レクチン経路である。補体とは免疫反応を媒介する血中タンパク質の一群で動物血液中に含まれる。抗体が体内に侵入してきた細菌などの微生物に結合すると補体は抗体により活性化され、そして細菌の細胞膜を壊すなどして生体防御に働く。補体は 液熱性であり、摂氏56度30分の処理で失活する起動化。補体と呼ばれるタンパク群には複数のタンパクがあり、英語で補体を表すコンプラメントの頭文字を取って C1C9 で表される。C1 にはさらに C19、C1R、C1S という3種の分子の複合体であり、その他は C5A。 C5 ビットといったような複数の分子に分解される。これらのタンパク質群が連鎖的に活性化して免疫反応の一翼を担う。さらに C1C9 の補体タンパク質以外に B 因子、D 因子などを含めた16種類のタンパク質、液性、血液中にあるの5つの調節因子、I 因子、H 因子、C4BP、C1 抑制因子、 プロファードン、細胞膜上の4種類の調節因子などの、タンパク質も、固体の機能の発現、調節に関与しており、これらを総称して、固体系と呼ぶ。古典マ的経路とは、C1 の活性化に始まる経路のことである。体液生命疫の抗体抗原複合体に、固体 C1 が結合することで、C1 が活性化する。以降も、基本的に、 数字順に活性化するが C4 は例外的に2番目に来る C1C4C2C3 ビット C5 ビットまで活性化されあとは C5 ビットに C6 が次々と結合最終的に C5 ビット6789にまでなる C5 ビット6789は細胞膜障害性複合体あるいは 膜心修復合体と言われ、細菌の表面に取り付き細胞膜を破壊する。この働きを免疫陽菌反応、または免疫陽菌減少という、細菌の感染に対して高中級の鈍色と並び重要な機構である。C3 は一部の細菌に対しては抗体を介さず、直接その表面に結合し、いきなり C3A、C3 b ッ活性化以下は、 古典経路と同じの経路を取る。この経路を副経路あるいは第二経路という。19世紀後半、血清には細菌を殺すことのできる因子あるいは性質があるということが見出されていた。1894年、パリのパスツール研究所にいた若いベルギー人科学者ジュールボルでは、この性質は分解されて二つの要素に分かれ、一方は熱安定性。 他方は、液熱性を持ったものであることを示した。液熱性とは結清を熱したらその効果を失うという意味である。熱安定性を持った要素の方は、特定の微生物に対して縮小に免疫を与えること。液熱性要素の方は、全く正常な結清の中に保持されており、一食い的な抗微生物活性を持つことが分かった。この液熱性要素が、我々が今日、 補体と呼んでいるものである。補体、コンプラメントという言葉は1890年代後半にパウル・エルリヒが免疫系のもっと大きな理論を展開した際に構成要素の一つを表すものとして導入された。この理論によれば免疫系を構成する細胞は抗原認識のために表面に特異的なレセプターを持っている。 抗原でも演疫するとこれらレセプターの形成がどんどん行われて、やがて脱落して血液中を循環する。これらレセプターは今日、抗体と呼ばれているが、エールリヒは、その結合性に2つの機能があることを強調するため、アンボセプター、アンボセプター、アンボは2つを意味すると呼んだ。つまり、それらは特定の抗原を認識して結合し、新鮮な血液中の液熱性の抗 微生物性要素をも認識し結合する。そこでこの液熱性要素を結成中にあって免疫系の細胞を補助するという意味で補体と呼んだ。エールリーヒは抗原特異的なアンボセプター各ののには特異的な補体があると信じていたが、ボルでは補体は1タイプしかないと考えた。20世紀初めに補体は抗原特異的な抗体との組み合わせでも作用するか。 あるいは独自に、非食異的に作用するかのどちらかだということが分かって、この論争は終結した。三つの経路はすべて互いに異なる C3 転換構想を生ずるが、それらは相当なものである。補体の古典経路は、活性化されるのに、多くは抗体を必要とする、特異的免疫応答が、副経路及びマンノース結合レクチン経路では、抗体は必要ではなく、 C3 化水分解あるいは抗原によって活性化される一食意的免疫応答。3経路とも C3 転換酵素が C3 成分を分解して活性化し、C3A と C3 ビットを生じ、カスケードにさらに分解及び活性化の反応が起こるようにする。C3 ビットは病原体表面に結合してオプソニン化を行い、鈍色細胞による取り込みを促進する。 C5A は重要な相化性タンパク質で炎症性細胞の動員を補助する。C3R も C5R もアナフィラトキシンの作用を持ち、マスト細胞の脱下流や血管透過性の更新、ひらのメス自収縮などの直接的なトリガーとなる。C5 ビットは膜侵襲経路を開始して、C5 ビット、C6、C7、C8 呼びた両体の C9 からなる膜。 新修復合体 m a c を形成する。m a c は、固体カスケードにおける最終産物で細胞溶解性がある。標的細胞に膜貫通性チャンネルを形成し、浸透圧を利用した溶解作用を起こす。クッパー、クーピーファー細胞や他のマクルファージタイプの細胞は、表面が固体まみれになった病原体を排除する手助けをする。 自然免疫を構成する一部として、個体化スケードの要素は、脊椎動物より古い種に見出すことができる。最近の知見では、固体系の起源は、以前考えられていたよりもずっと古い時代に遡り、前口動物のカブトガニに見出されることが分かった。古典経路の開始は、C1 複合体、C19、C1R、C1S の活性化がトリガーであり、 抗原と複合体を形成したアイムやイグに C19 が結合した時に起こるアイムは一つで経路を開始するがイグの場合は複数必要であるあるいは C19 が病原体表面に直接結合した場合にも活性化するこのような結合は C19 分子に工事構造の変化をもたらし二つの C1R セリンタンパク質分解酵素分を活性化する次に これらが C1S、こちらもセリンタンパク質分解酵素である、分子を分解する。C1 副抗体は C4 続いて C2 に結合して、これらを分解し、C2A と C4 ビットを生ずる。C1R と C1S の阻害は、C1 阻害分子が行う。C4 ビットと C2A は結合して、古典経路での C3 転換酵素を形成する。 C4 ビットにある複合体。これは C3 を C3A と C3 ビットに分解するのを促し、後者は C2A と C4 ビット、つまり C3 転換酵素と会合して C5 転換酵素となる。C5A と C3A はマスト細胞の脱顆粒を開始させる。C5 ビット、C6、C7、C8、C9 からなる複合体。 C5 ビット6789は MAC と言われる膜伸縮複合体を作る。これは細胞膜の中に埋め込まれ、パンチのように穴を開け、細胞溶解を始める。C3 転換酵素は崩壊促進因子、ダフで阻害される。この因子はグパイアンカーを用いて赤血球の細胞膜に結合する。副経路は病原体表面で直接 C3 の過水分解が行われることで開始する。他の経路のように、病原体に結合したタンパク質は必要ではない。C3 は肝臓で作られ血液中の酵素で C3A と C3 ビットに分解される。もし病原体が血液中にいないなら、C3R も C3 ビットいずれのタンパク質断片も不活性化される。しかし、 近くに病原体がいたら C3 ビットの中には病原体の細胞膜に結合するものがある。そうすると次に B 因子に結合する。この複合体は次に D 因子によって分解されて BA 及び副経路での C3 転換酵素 B となる。副経路の C3 転換酵素は C3 ビット BB であるとする考えもある。 C3 ビット BB 複合体は病原体の表面に吸着しており、加水分解によって C3 を C3A と C3 ビットに切断する。その結果病原体に吸着する C3 ビット BB の数が増幅される。C3 の加水分解が終わると C3 ビット複合体は C3 ビット BBC3 ビットとなり、これは C5 を分解して、 C5A と C5 ビットに分ける。これにより、古典経路と同様、MAC が形成されることになる。レクチン経路経路、MBL マスプは、古典経路に相当であって、C19 の代わりにオプソニン、マンノース結合レクチン、フィコリンを使う。この経路は、マンノース結合レクチンが病原体表面のマンノース残機に結合することによって活性化される。これは、 MBL 関連セリンタンパク質分解酵素であるマスプマイナス1とマスプマイナス2それぞれ C1R と C1S に似ているを活性化し C4 を分解して C4A と C4 ビットに分け C2 を分解して C2A と C2 ビットに分ける C4 ビットと C2A は古典経路と同じく結合して C3 転換酵素を形成するこれにより 古典経路と同様 C5 転換酵素である C4 ビット 2A3 ビットが形成され以降古典経路と同様に進行する。フィコリンは MBL に相当デマスプを介して同様な機能を果たす。無脊椎動物では適応免疫系はないのでフィコリンが幅を効かせており病原体識別分子がないということを埋め合わせするように範囲の結合特性を持っている。 保体系は、宿主細胞に極めて強力な障害作用を与える、可能性がある。このことは活性化が強力に制御されていることを意味する。保体系は、保体制御タンパク質によって制御されている。これらは、血液の結晶に、保体タンパク質以上に高濃度で含まれており、保体阻害タンパク質の中には、細胞が、保体のターゲットとならないよう、 その表面膜上に存在するものもある。CD59 がその例である。これは MAC 形成時に C9 の15を阻害する。補体系は他の免疫性要素とともに多くの病気の原因となっていると考えられている。例を挙げると、バラクエアシモンズ症候群、全速、後半性狼層、子宮体腎炎、様々な関節炎、 自己免疫性心臓病、多発性硬化症、炎症性大腸炎、虚血再患流障害等である、アルツハイマー病や、その他の神経変性病態を示す、中枢神経系の病気にも、個体系が関与しているのではないかという疑いは、次第に高まっている。経路の最終段階のところの欠損によって、 自己免疫病と感染症の両方にかかりやすくなる場合もある。特に内イセリア随炎では C56789 複合体がグラム陰性菌を攻撃する際の役割に原因があって。補体制御因子の A 因子と補体調節蛋白の突然変異は非典型的、溶血性尿毒症症候群に関係がある。 さらに HE 市によく見られる単一ヌクレオチドタ形 Y402H は目の習慣病の年齢に関連した黄斑変症と相関がある。両病気とも最近の知見では宿主の表面での個体の異常活性に原因がある。最近の研究によって HIV、エイズにおいて個体系が操作され患者の体に一層の障害を与えていることが示唆されている。 英語版の図版のポーランド語翻訳のち、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。